で、松ヶ瀬さんが大きいトップだったの。アルテプラスはもう、じゃあ残り2チームが結構負けた感じですか。まあ70ポイント、好みがあれだったんですよね。久保さんがラストだったので70ポイントぐらいプラスだったんで、まあ、他の2チームが30いくつとか40とか、まあ負けてるってことですよね。2、3で、そういうことですね。でもそういう意味で言うとセガサミーさんとあのライゼンさんきついですね。2、3、2、3でそれってことか。はい、結構きついですね。急に腹筋をこれさんもやった方がいいんじゃない。僕やんないです。そうっすか。足りてます。何が腹筋病気。いやいやいや、あれちょっとやったんじゃないの。やっぱりそう思う。いやいや、さずきやめたけど違う。またね、絶対言わないで。そうじゃないかなと思ってたんで。いや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 、さずきもっと言ってください。いや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 、ね、これでねバランス取って。いやいやいや、何のバランスを取ってるんですか。絶対にダメ。本当にそうだったとしても言っちゃダメ。そうですね。そうじゃないかな。いや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 、ちょうどいい足掛けるところがあるんだ。全然感じない。それだと腹筋じゃなくて背筋になるんじゃない。両方。腹筋背筋両方です、やってみます。一回余裕すぎてやる気にもならない。できるよ。あ、アイクマスクさん、あ、アイクマイクさん、スペシャルでございます。まず足がかかるぞ。来週月曜日休取って4日してました。俺だから今日シーン勝てます。ありがとうございます。本当に本当ですか。まあ、まあ、じゃあまだまだいけますか。もっと後ろは、そう、あ、いいですね、いいですね。いいね、いいね。もういいっす。趣味筋トレって絶対嘘じゃないですか。僕本当に趣味筋トレだったんですよ。筋トレの気持ちもないですよ。どこにもないですよ。バッキバキに言われてましたよ。絶対嘘。本当なんですよ。その写真持ってきてくださいじゃん。あ、写真とかは撮ってないんで。なんでですか。そういうなんかあの変なこうなんていうんですか、ね。ナルシスト系じゃない。ナルシスト系ではないんで。はい。いや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 。